はい、どうもこんばんは、小林隆史でございます。小林隆史が人の話を聞きに行く、今回はですね、内田茂、俳優の内田茂の2回目でございます。で、この収録をしている、誰彼というお店とは別にですね、先週も言ってましたけども、創作スパイス彼は誰というカレー屋さんも営業しているということなんで、そちらもよろしくねというわけで、今回は内田茂の生い立ちからキャリアを振り返っていきたいと思います。それでは、シゲは、生まれはどこなんでしたっけ？僕は、出身が大阪ですね。大阪ね、はい、大阪で生まれて、どんな子だったですかね、自分。とにかくね、なんでしょうね、絵を描いてましたね。あ、そうなの？もともとね、漫画家になりたくて。あ、へえ、漫画家になりたかったんだ。もうね、物心ついた時から絵を描いてて、落書きとか。あ、そう。そう、で、なんかね、そして小学校2年ぐらいからかな、喘息になっちゃって、気管支の方の、うんうん、で、もう結構ひどい、よくね、死にかけてましたね。あ、結構病弱というか体は弱かったんだ、じゃあ。いや、すごかったですね、喘息がやばかったですね。もう何回入院したか覚えてないくらいだし、大体学校行けてないんですよ、僕。そうなんだ。で、喘息をいいことにずる休みしたりもしてて、今日しんどいから。でも学校はその好きじゃなかったの？それともだから行かなくなるから、うん、行きたくなくなるんですよ。だんだんね、なんか追いつかないしね、なんか人間関係も、ね、なんか子供の時にみんな仲良くなってるのに、もう 2,3 週間入院してて、行った時に、なんか久しぶりみたいなので、ちょっとしにくいじゃないですか。確かにね、ちょっと違うもんね。そうなんです。うん、それがね、どんどん、最初はなんかイベントみたいに、ちょっと俺入院してきたぜみたいな感じだったんですけど、それがね、どんどんやっぱ続くことによって、うん、なかなかそういうのがちょっとしんどくなってて、行くのが、うんうん、ただ友達は仲いい子がいたんで、うん、放課後、元気なのに休んでる時もあったりとかしたんで、うんうんうん、放課後は遊びに来てって言って、うん、外で遊びに行ったりとかして、うんうん、学校の先生に怒られるやつですね。うん、で、なるほどなるほど。で、鬼ごっこして、ま、負けず嫌いだから逃げ切るんですけど、うん、逃げ切ったらまた喘息になっちゃって、そのまま入院するとか。ああ、そう。やっぱりなんか、激しい運動して、またこう、出たりして。はい、ああ、そう。よく、その、お医者さんに、もう意識がほとんど遠のくようなのもあって。結構、本当ひどかった、ね。本当やばかったんですけど、うん、だから、ご家族の方呼んでとか、よくありましたね。聞こえてくるのが。あ、そうなんだ。いやいや、まだ死ねんぞ、みたいな。それって、だんだんとは良くなっていくの？それがね、もうずっとです。中学校も半分ぐらいも行ってないんじゃないかな。そうなんだ、はい、結構長引いて。そうですね、もう治らないって言ってたんで、ああ、そう、気管支なんで。へえ。で、高校なって、まあ、高校はデザイン科にやっぱ絵を描く仕事に。その頃まだ大阪？そうです、ずっと、うん。で、デザイン科に入りつつも、うん、バレーボールをやり始めたんです。あ、そうなの、ね、バレーボールのイメージあるもんね、はい、うん。で、それで体力ついてって、うん、で、そっからちょっとずつ体力がついてったからか治っていったというか、あ、まあ、でも薬はね、めちゃくちゃ飲んでましたね。うん、で、そっから、まあ、なんとかその18過ぎてからちょっとずつ薬を、もう長いこと喘息の経験があるんで、うん、この薬が何に効くかとか分かるんですよ、うんうんうん、で、それをちょっとずつカッターで切って、うん、ちょっとずつ減らしてったんですよね。あ、自分で、はい、ああ、そうなんだ。で、ちょっとしんどいなっていうのを我慢して減らしてって、最終的になくしたっていう、うんうん、あ、すごいね。まあ、自分の努力もこう、慣らしもあって、慣らしですね、まあ、やっぱりでもそういうのも大事なのかもね、うん、結果あんま良くなったわけだから、そうですね、今めちゃくちゃ元気ですからね。あ、そうすると、じゃあ高校、まあ、デザイン科行ってみたいな頃まで、もちろんそのデザインのこととか、はい、まあ、美術系のことをやろうと思ってたわけでしょ、はい、で、そこからどういう感じでこう役者の道に入っていくことなんだろうね。そこからイラストレーターになろうと思って、うん、就職したんですよ、うんうん、僕1回。それデザイン系の？それがね、まあ某じゃないけど、まあ、突破印刷という超大手の、大手の印刷会社のレタッチっていうか、まあ、ちょっとデザイン寄りのところに行って、うん、就職して、うん、まあすごい買われて、そのイラストレーションのなんか賞とかもいっぱい取ってたんですね、その高校の時は。なかなか高校で取れないようなやつとか、うん、いっぱい取ってて、で、もうなんか社長がわざわざその特番入ってからも来てくれるぐらい。あ、じゃあ才能がすごいあったんだ。才能はあったのかな。まあ、なんか評価はされたってこともね。評価はされたんでしょうね、うん、うん、それすごいことだと思うけど、ちょっと電話になっても気にしないでください、はい、まあ、こんな感じでいきます、はい、で、そこからもうめちゃくちゃ面白い仕事だったんですけども、うん、旅行を見た時に、うん、まあ5、60の人が、うん、ちょっと同じ仕事をしてるのにちょっとゾッとしたんですよね。
ああこのままずっとやるのかみたいな、うん、そうそう俺ここにずっといるかっていうのがあった時になんか悶々とし始めて、はいはい、そっから果たしてあのなんかイラストレーションでいいのかイラストレーターでいいのかとか、うん、デザインでいいのかって思い始めて、あでふとなんかその時にねドラマが、まあ、ドラマブームだったんですよ、うん、あ何の頃大体踊る大捜査線とかまあなんでしょうもうめちゃくちゃ名作がいっぱいある時代です、うんうん、すぐ出てこないけどまあまあ分かるか、はい、その辺の時になんかずっと見てたんですよね現実逃避してないけどなんかなんそうかまあこれでいいのかなと思ってる時にちょっと別の、うんはい、そうです目線でそれであれこれも表現だなって急にふと思ってそこからですね急にやろうかなじゃあそのまあ表現の一形態としてまあそのイラストレーションみたいな 絵もそうだけど、はい、あこの演技っていうのもあちょっと魅力あるかもなっていうふうに思い始めたもう完全にロックオンしちゃいましたねすごいね、うん、なんかこの人っていうんじゃなくてそうですあもうドラマのそうか、そうか、そうか。役者ってこう、あ面白いなっていう感じ、絵の具もいらねえんだみたいな、うん、確かにあの筆もいらねえんだとか、紙もいらねえとか一つ、体一つで本当に表現してるってことなるほど、それは面白いなと思ったんだね、はい、じゃあ特にこういう人になりたいというよりはこの世界面白そうだぞが勝って もうでもそこからさ、どうやってやるのそのデザイン事務所みたいな、マット印刷か、はい、みたいなところに、まあ、勤めているところから、うんよしやってみようと思った時まず何するの？まず辞めましたね。まず会社を辞めるところが、ね、もうそこにいてもね役者になるぞと思って辞めたみたいなことなんだそうですよ、すごいね思い切ってるね、うん、で残業がすごかったんでオーディションも できないしいたままじゃ何もできないからもう辞めるしかないなと思って辞めて、ま、そこからコンビニのバイトしながら、うん、オーディション雑誌その時オーディションっていうのとデビューっていうのがあったんですよあったね、うん、それを見て大阪のね、うん、地方でそうか、大阪のオーディションをまず探すってことだよね。あ、全国でもあるのか。でもそうです、うん、東京のものを受けて。そうか、そうか。それこそ蜷川さん、僕蜷川幸雄さんに出させてもらったんですけど蜷川さんの作品が、はい、結構本当にベースというか最初の最初じゃないですよ、あれは。最初じゃない後半なんですよ。あ、後半というか、そうか。じゃあ最初はどんなとこ入ったの？最初はただ、なんかね、芸のお芝居で、舞台の主役オーディションみたいなのがあでも舞台ね。そうです。それをまず受けて、まずっていうか、その1個前に実は蜷川さんの藤原竜也くんが優勝した、うんうん、てか有名になったオーディションに受けてるんですよ。あ、なるほどなるほど。それで初めて最終選考まで残って、東京に来てるんです、1回。あ、目黒。オーディションのためというか。はい。で、初めてここが東京かって思いながら。そうか。で、それでダメだったんです。蜷川さんに会う前にダメだったんですよ。うん、で、そこ、まあ、次ぐらいからそのオーディション受けて受かって、うん、それでもう、結構、うん、厳しいプロデューサーさんでなんかね、まあ、上京してこないとダメだぞってなってで、まあ、それは舞台だし通っちゃダメだなと思ってて、まあ、大変だしね、うん、そうですね、それでもう普通にじゃあ上京しようということで、はいはい、で、上京したけど、まあ、最初に蜷川さんはダメだったけど、はい、まあその、まあ、舞台のオーディションを受けながらみたいな感じでキャリアをこうスタートしようそっからもトントンでへえ。ほんとなんですね、そこからさ確かに若い頃からって感じするもんね、シーガのなんかキャリアって、ね、運がめちゃくちゃ良くて、うんうん、どっから運がいいっていうのはね、もうねなんか上京する時から運が良くて運がいいのやっぱ向いてたのかな、だから東に行けみたいな状態だったのかなすごい話なんですけど、はいはい、うちの3人兄弟なんです、僕あそう、うん、3人兄弟で一番末っ子なんですね、うん、で真ん中の兄が、まあ、5つと6つ上なんですけど、うん、真ん中の兄が5つ上の兄が、12ぐらいの時に小学校ぐらいの時にフィリピン行ってくるって言って16ぐらいじゃないですか、もう高校中退しててなるほどでフィリピン行ってくるって言って行ったっきり帰ってこなかったんですよ、うん、1週間たち、2週間たち、1年たちみたいなあ、そんなにもうずっと全然帰ってこないのじゃ帰ってこなくて、捜索願いだし親もそれでちょっと精神的に参ったりとかして、うんうん、ってなってて、もう結局死んだもんだと思ってたんですへぇって思ってたら音信不通ってことだよねそうです、で、本当にもうそこから随分時間が経って、うん、僕が18、19になって、もう7年ぐらいとか経ってて、うん、で、その舞台のオーディションを受けて受かってその時、親に内緒だったんですよ、僕役者をやることとか、そうかを全部上京することは言ったんでしょ。それは言いましたけど、その前に上京する前に、うん、役者なんで辞めるのかとか、会社をね、なんで辞めんのよ、うん、あんないい会社をって言われながらも、うんうん、やけみたいな感じで辞めて、うんうん、でそこからまあ受かって、でも
内緒だからお金がないわけですよ。貸してくれる人がいなくて。なるほど、うん、でお金ないなみたいな、どうしよう、で19ってお金借りれないんですよ。そうか、うん、で借りられないからどうしようって思って、大阪の東通り商店街で有名な商店街あるんですけど、めっちゃ人通りの多い、うんうんうん、そこを歩いてたら真ん中の兄ちゃんが歩いてて、そのフィリピンに行ったのもう7、8年ぶりぐらいの再会っていうか、いつの間に戻ってきてたの、あれっつって見かけて、でもう一回確認してやっぱり兄ちゃんだと思って、バーって兄ちゃんって言ったら、うん、7年経ってるわけですよ、うん、全然違う人ですよ僕。そうか、小学校が子供だったからね、はい、でも誰って言われて、でいやいや弟って言って、うん、あんたの弟やで、すごいなその再会、うん、で聞いたら今本当に来たばっかりだと、で本当にどこ行っておってん、どこにおったんやって言ったら、その東京の方でちょっともう家に帰るのが嫌だったみたいで、あ、実家に、はい、うん、東京の方になんか知り合いのつてで住んでて、うん、で埼玉の方だから今は一人暮らしをしてたんだけど、うんうん、そこも引き払ってこっちに来ようかなと思ってんのやと言った時に、そこじゃまだ家があるってことやな、じゃあそこに住ませてって言って、その埼玉、埼玉の川越ら辺なんですけど、うん、それで上京してこられたんですよ。あ、そこにとりあえず飛び込んだのか、またがりというか、へえ、そっから運が良くて、それがなかったらどうやって、まあ、すごいね、でもその話すごいですよねそのタイミングで出会うの、そうなんですよ、大体僕タイミングはね全部全てそれは面白いね、あるんですよね、へえ、うん、そっからまあじゃあ東京での生活というかがスタートして、そうですね、でもとは言っても別に生活苦しくないの、そのなんていうの、苦しいです、だからずっとバイトしながら、ね、そうそうか、でもう本当に寝る間も惜しんでぐらいやってて、バイトで お酒も飲むから、その当時からそのなんかつながりって言ったらもうお酒だと思ってたんですよ、あ、人とのつながり、そうです、うん、その演劇に入ってからね、なるほど、その演劇、いや飲み屋でよく出会うもん本当に何か何かっつうといるよなっていうイメージあるもん、確かに、いや、なんか間違えて教わったんでしょうね、初舞台で教わったんだで、まあ、やっぱり酒がつながりだぞと、そうです、うん、あと勉強もしたいのがいっぱいあったから、うん、なんか先輩となんかいろいろ話し、先輩の話を聞くのは酒だって思って、うん、なるほど、酒に染まったというか、うん、でその分だからバイトもしなきゃいけないし、お芝居も見に行かなきゃいけないし、すごい、でもエネルギーだね、うん、あの時はすごかったですね、だから、で、その舞台のもう最時くらいに初舞台の、うん、まあ、次僕の天気、1個目の天気の一応僕のプロフィールではそこらが初舞台、その初舞台って言われてる、うんうん、毛皮のマリーっていうね、あ、そのプロフィール上の正式の初舞台が、はい、初舞台が毛皮のマリーです、うんうん、で毛皮のマリーのオーディションを受けて、うん、その舞台の初舞台の最中ぐらいに、最中ぐらいで、まだ本番開けてない時くらいにもう決まっちゃったんですよ、ああすごいね、うんうん、でそれがすごい天気で大きいもん ね、うん、でそこでその笹井英介さんという方が主役だったんですけど、はい、そこの会社の事務所の社長さんも初舞台見に来てくれたりとかして、うん、ちょっとお前うちに来ないかって、そうかそうか、アトリエダンカンだっけ、そうです、だったもんね、ダンカンだったんですけど、うん、でそこで事務所所属できたと、うんうん、でそうなってきたらあの毛皮のマリーというものをやっていたら、たまたまあの笹井英介さんが大河ドラマに出演予定だったんですね、うん、その時の、うん、それをプロデューサーが見に来たんです、チーフの、なるほど、英介さんの芝居をね、まあ、出るしすごいいい役だしって思ってた時に、ずっとその忠臣蔵の話で、忠臣蔵の四十七士の一人のめちゃくちゃいい役で若い子でずっと決まんないんだっていう時、その大河ね、はい、うん、でずっと探しながら、私何回も組んでも全然決まんないって言ってた時に、僕がいたって見つけたってなったのね、舞台で怪我の割りに声がってなったらしくて、あ、すごいすごい、でも本当そこからもうすぐ大河出て、で英介さんよりいい役だってね、面白い ね、 ね、だからもうそこからトントントンと、だすごいスタートダッシュかましてるね、ね、うん、本当運だけで生きていた感じが、いやすごいすごいことです、いやいや運もだから実力のうちだからね本当にそう思うけど、その時はそうだったんですね、あ、そうなんだ、はい、じゃあまあトントン拍子で舞台から、まあ、はい、映像も含めていろんな仕事をやれるようになっていったっていう流れだね、そうですね、あ、すごいな、だなんか舞台で言うとそのイメージはその蜷川さんの舞台のイメージもちろんあるんだけど、うん、それは結構もっと後なんだよ、全然後です、あ、そう、26、27ぐらい、まあ、全然後って言っても
なんかもうその後、そっからそうですね、ガジラっていう僕が大好きな芝居、だからね、あの時出たいと思った芝居全部出たんですよ。ああ、でもそんなことなかなかできないですからね。で、あれ出たいなと思ったらすごい役で来るし、パルコ やりたいなと思ったらパルコで主役やらせてもらったりとか。ああ、すごいすごい。それで23、4ぐらいで、で、1個目の転機が24か5ぐらいの時に大人計画に出たんですよ。あの何作品だっけ、ゴーオンっていう。あ、ゴーオン、うん、ね、もうこの演劇界隈ではなんか、なんか何でしょうね、伝説とか言われてますけど、うんうん、幻とかで、あれに出てすごいまたいろんな、こんな演劇もあるんだなっていう、だいぶ違うもんね、栄養として今までの作品ともね。そうですね、うん、まあ大好きだったね、そ、うん、大好きだったんですよ、その大人計画というものが、うん、だからもうそれもね、素晴らしいよね。でも本当に、あ、大好きだなと思うものにどんどん出れてってるってことだもんね。で、大人計画出て、まあいろんなショックというか、まあ、あ、こんな面白い演技もあんのねっていうのを体験しつつ、ね、ありました。 でそこら辺から急に、なんでかわかんないけど、そうだ、うん、ホリプロのそのプロデューサーさんからちょっとオーディションを受けないか、蜷川さんので、あの、うん、小栗旬が主役で、相手役で、めちゃくちゃもう相手役で広いんで、うん、大々的にすごい有名な人が探してるんだっていう話で、うん、で、オーディションを受けてっていうので受かっちゃったのが蜷川さん。それが初蜷川というか。そうです、うん、また全然違いました、蜷川さんは。全然違いましたね。シェイクスピアっていうものがまず初めてだし、うん、はい、というわけで今週はここまでです。気になる蜷川さんの舞台の経験ってどんな感じだったんでしょうか。そして、お店をやるようになったきっかけの話なんかを来週はね、聞いていきたいと思います。それではまた、バイバイ。はい、というわけでチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あ、あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますので、よろしくお願いします。小林隆史でした。